はい、今日は2月の9日水曜日です。本日の新聞コラムの音読を行います。今日の産経名の表題は次のように決めました。五輪の主役は選手。では音読します。今日だけ神様を嫌いになりました。北京冬季五輪の新種目ジャンプ混合団体で高梨沙羅選手25に降りかかった災害について佐藤幸椰選手が漏らした言葉だ。今回の五輪が生んだ名言の一つと言える。降りかかった厄災かな、ついて。日本チームの一番手だった高梨選手の1回目のジャンプは10チーム中8、2位に相当したが、まさかの失格とな、なる。医薬後の検査でスーツサイズの規定違反が見つかった。同じ理由で他国の強豪チームからも失格者が出たとはいえ、あまりにも理不尽である。神様の意地悪は5日の女子個人ノーマルヒルから始まっていた。高梨選手が1回目を飛んだ直後から強まった有利な向かい風により、ライバル選手が次々に距離を伸ばしメダルを逃がしていた。失格を冷や誤りしながら涙に暮れる姿は痛ましいの一言に尽きた。そんな高梨選手に仲間たちが駆け寄り、声をかけて肩を抱く。最後まで飛びます。覚悟を決めた2本目のジャンプは K 点を超えた。仲間たちのカバーと共につかんだ4位の順位は称賛に値する。テレビの前でもらい泣きしながら、8年前のソチ五輪で浅田真央選手が見せた奇跡のような演技を思い出した人もいたかもしれない。国民的スターだった浅田選手は、フィギュア女子ショートプログラムで信じられないミスを連発し、メダルは絶望的となる。一夜明けて吹っ切れた浅田選手はトリプルアクセル、3回転半ジャンプをはじめ、難しい技を面白いように決めた。演技を終えて天を仰いで号泣する姿は日本中を感動の渦に巻き込んだ。神様は五輪はメダルが全てでないと言いたいのか。まして国威発揚や人権弾圧を覆い隠すために開催するのではない。あくまで選手が主役である。令和4年2月9日水曜日、産経名の音読を終わります。はい、ありがとうございました。